はい、皆さんこんにちは。今回はね、私は自殺を否定できませんということをお話ししていきます。で、決してね、私は自殺を肯定しているのではなく、否定することができません。なぜなら、私自身も自殺したい苦しみを克服できていませんし、ましてや自殺したい他人の苦しみを取り除くことなんてできないからです。これは断言できますが、人は他人の苦しみを完全に理解することはできませんし、ましてや取り除くことなんてできません。で、なぜ肯定しないかというと、日本みたいな国だと大抵の人は自殺なんてしなくても生き続けられるからです。極端な話、日本でお金がなくても野垂れ死にする人はいませんし、日本はガザ地区みたいに死ぬしかない状況ではありませんよね。つまり、生きるか死ぬかのレベルまで本当に追い込まれた人は日本には少ないと思います。なので、我々日本人の悩みっていうのは、大抵は生きるか死ぬかのレベルの悩みではないんですよね。大抵は、やだなとか、辛いなとか、生きることに疲れたなとか、死んじゃおうかなぐらいの悩みでしょう。しかも、人間を含むあらゆる動物は生存本能があるので、心の底から死にたいという人はいないんですよね。現状が辛くて苦しいので、その辛さや苦しさから逃れるために自殺を選ぶわけじゃないですか。八方塞がりというか、自殺でしか逃げられないんですよね。なので、自殺を肯定まではしませんが、かといって否定することもできません。もし自殺を否定するなら、じゃあ自殺しない代わりに自殺したい苦しみをどうにかしてよって言われちゃうじゃないですか。なので、私は自殺を否定することはできません。逆に言えば、自殺でしか消せない苦しみってあるんだと思います。でも、一つ確実なことは、人間の記憶は時間とともに薄れていくので、普通は時間とともに苦しみも和らいでいくんですよね。もちろん、苦しみが深ければ緩和するのに長い時間を要すると思いますが、いつか死ななくてよかったって思う時が来るのではないでしょうか。あとは、死にたいと思ったら外に出てわざと忙しくしたり、寿司とか焼肉とか美味しいものを食べたり、寝るのも効果的です。酒でもいいと思います。要は、一時的に死にたさを分散させることができればしのげると思います。ただ、そこまでして生きる意味があるのかって言われちゃうと微妙ですけどね。基本的に生きる意味は後付けというか、自分で見出すものなので、生きる意味がないと思っている人には生きる意味はないんですよね。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。